さっきのアザラシのところから外に出てくるとこういう感じで、子供が小さい頃に来たのと変わっているところもあれば変わっていないところもあり、で今鳥インフルエンザがロングビーチで発生しているので、オウムとかインコがいるところには行けません。ここはエイがいて、手で触っても大丈夫なところです。シャークラグーンですね。これカブトガニですね。画伯が触っています。 Is it hard?2階に来ました。2階はこんな感じですね。ここも触っていいとこですね。カリフォルニアの魚、多分2階で外から入ってきて、こういう感じの眺めです。もうここの水族館も年季が入ってちょっと寂れた雰囲気になってるかな。じゃあどんどん進んでいきます。この辺はカリフォルニアの海ですね。結構水が冷たくて、こんな感じでジャップンジャップンしているところに住んでいる実際の動物、生物たちがこういう風にいます。 Oh yeah! Oh my gosh! これなんか実際にカリフォルニアの海を再現しているので、こういう感じで霧もこういう風に人工的に作って発生させてますね。ここはパッピンとかこう海に住んでいる鳥たちですね。こういう感じで室内で飼われている鳥は鳥インフルエンザの影響で閉鎖になってないです。ビデオでもなんかいまいち光ってないね。ああ、大きくすると見えるかも。コロナの前は水族館でお泊まり会とかもできて、子どもの誕生会、お泊まり会が行われていました。ここも触れる浅瀬ですね。凄まじい列ができています。
子供の頃はよく来ました。なんか年間の会費を払っていたので毎週末のように来ていた気がします。その頃に比べると10年以上経ってちょっと水族館ボロくなってるかな。ここはオッター。 What's otter in Japanese?これ日本語で何？ラッコ。ラッコのプールです。くるくる回ってる。何してるんだろう。上にちょっと出たりして。かわいいね。2階の爬虫類コーナーですね。こういう感じで水槽も大きいのから小さいのまであります。2階の一番奥、昔はこんなコーナーはなかったんですが、こういう感じでインタラクティブでクイズが受けられるようになってますね。でもね、全体的に前よりも魚が減ってちょっと残念だなっていう印象です。どうすごい気持ちいい。気持ちいい。さっきの A とどっちがいい。全然クラゲの方がいいわ。クラゲの方がいい。中華のクラゲだ。そうなんだ。コリコリしてるのかな。どうだった、どうだった。座ってる感じがしないね。え、そんな感じ。帰る前に1階のお土産屋さんもチェックしています。すっごい広い。お土産屋さんが水族館で一番明るい。これ可愛くないですか。